対人間関係って思ってたんで、とりあえず写真とか見て楽しそうなところにしようって思ってたんです。ずば抜けて楽しそうやったんです、みんなが。で、一人一人がこんにちはって言ってくれたりとか、こう気にかけてくれるのが他の人と全然違って、あとはもう院長がすぐ名前を覚えてくれることとか、すごい嬉しかったので、私たちと一緒に楽しく働きましょう。お待ちしてます。部署だけで仲良くしてるんじゃなくて、本当部署超えてみんな家族のように、なんだろう、接してるので、かけがえのない存在というか、それぞれがそれぞれの部署の人のことを尊重してて尊敬してるので、自然となんかそういう形になってるなっていうのが、はい、感じてます。楽しい衛生士ライフを過ごしましょう。お待ちしてます。私たちと一緒に楽しく働きましょう。わー、毎週衛生士部署でのミーティングがあったり、全体で月に1回ミーティングがあったりと、それぞれしっかり話し合いをすることで、みんなで同じ方向を向いていける、知識とか技術皆さん学びたいと思うんですけど、衛生士として年間通しての衛生士のセミナーに快く参加させてもらえたりとか、知識とか技術っていう面でもすごく成長できると思います。でそれにさらにチームワーク力っていうのが加わって、本当に人としても成長できるところだと思ってます。一緒に楽しく学んで成長していきましょう。待ってます。スタッフそれぞれが思いやって感謝の心をすごく持ってるので、スタッフ同士でもありがとうっていうところを大事にしたりとか、すごく優しくて親切なドクターばかりで、質問するともう本当に親身になって答えてくれるので、すごく話しやすいドクターばかりです。自分がスキルアップしたいって思ったことを院長が組み立ててくれて、いろんなところに行かせてくれたりとか、やりたいことがどんどん増えてくるような職場になってます。スタッフの人数が多いんですけど、それでも本当に一人一人と関わろうと院長自らアプローチしてくれるんですけど、一人一人のことを大切に思ってくださるので、すごく愛にあふれる先生です。ちょっと顔色優れないなって思ったら、即受付さんからみんなにインカムが入ります。ちょっと注意してくださいっていうので、私たちも対応して、ドクターも対応して、でケアに回る前にはカウンセラーさんがセカンドカウンセリングしてくれるので、私たちも患者さんがどういう人かっていうのを知って刺繍治療に移れるので、やりやすいです。お姉さん制度って言って、新人さんに毎月先輩の衛生士が寄り添って、悩み事とかあと困ってることも間近で一緒に寄り添ってサポートするっていう制度があるので、悩みはもちろんあると思うんですけど、しっかり寄り添える先輩がたくさんいるので、安心してもらえたらなと思います。私自身が吉田歯科に就職して間違いはなかったと思っています。これから衛生士人生を一緒にワイワイ楽しくやっていきましょう。吉田歯科に就職して絶対後悔させません。すごくあったかくて働きやすい職場です。やりがいのある仕事ばかりです。今この動画を見てちょっとでも悩まれてる方がいれば、お気軽にお電話していただければと思います。絶対一緒に働く上で後悔はさせません。吉田歯科は衛生士としても人としても成長できる、すごくやりがいのある歯科医院です。不安な点はあるかもしれませんが、たくさんの先輩衛生士がサポートしますので、気軽にお越しください。お待ちしてます。
一言で言うと吉田歯科は予防に力を入れた予防中心の医院です。予防中心ということは活躍の本当に主役になるのは衛生士さんです。で私は衛生士さんの仕事っていうのを本当に理解をして、日本一衛生士の仕事を愛する歯科医師院長と自分で思ってるんですけど、本当に衛生士さんの活躍の場をとにかく作って患者さんの、歯と笑顔を守ってくれる衛生士さんっていうのを育てていこうという思いを、持ち続けて今でちょうど 10年少し超えたところです。一人一人違っていいんだ、で違いに対して優しく違いを認めて、でいいとこを見るっていうような吉田歯科の人付き合いの人間関係づくりの文化みたいなものがあるので、25人が本当に支え合って医院のチームワークっていうのを作ってくれてるというふうに思ってます。結婚、妊娠、出産でして帰ってくる時にだいぶ保育施設っていうのは未納はよくはなってるんですけど、まだすぐに保育園に入れないとかいう場合もあるので、その際には子連れ出勤、カンガルー出勤と称して、うち託児の施設、保育士さんがいてくれてるので保育士さんに見てもらいながら働くということも実践しています。で吉田歯科ではその衛生士さんたちが実際にそのやりがいっていうのを実現できる、夢を実現できる組織っていうのを、私が作っていこうというふうに一緒に衛生士さんたちと、いい委員を作り続けています。吉田歯科は衛生士の皆さんの悩みにちゃんと耳を傾けて、先輩たちのサポートの下であなたの夢を実現できる委員であります。吉田慎一郎はあなたの夢をとにかく実現できるように後ろからサポートをしていきます。あなたらしく夢を叶えましょう。叶えましょう。